ーションです。本日はインステップキックをやります。サッカーでもフットサルでも必要なキックとなってきますので、やっていきましょう。何本か蹴ってみます。最後サッカーボール、こんな感じですね。ポイントは軸足、足の当てるところ、振り方、この3つです。じゃあまず良いキックやります。良くない方の例をやります。まず蹴る前の軸足はボールの真横でいいと思います。なぜかっていうと、こう蹴る動作ってこう振り子みたいに振ると思うんですけど、一番パワーが加わる場所がこの真下なんですね。これがもし軸足がボールの後ろだと、当たる時が真下よりちょっと上がった時に当たっちゃうんで、これパワーが伝わりきらないです。逆に軸足が前すぎると一番下にこう到達する前に当たっちゃうので、これもパワーが伝わりにくい。なので軸足の場所はボールの真横、一番足が下にね行った時にうまく当たるようにできるとうまくねパワーが伝わります。次は足の当てる場所なんですけど、インステップっていうとこの紐の結び目、蝶々結びのところもインステップって言うんですけど、例えばリフティングのインステップだったり、基礎練習のインステップだったり、これも蝶々結びのところなんですけど、インステップキックのパスとかシュートに関しては僕はそこでは蹴りません。実際は紐の結び目のちょっと内側ですね。ここ実際この紐の結び目のところでこう縦に当てても非常に蹴りづらいので、僕はちょっとこう内側ですね。こう振る感じです。なので結構ここの広い面にボールが当たってます。最後3つ目、足の振り方ですね。足の振り方は斜めに膝下で振ります。さっき悪い例でやったんですけど、縦にももから蹴るようなキックだとうまく当たらないので、こんな感じになっちゃいます。膝から下を斜めにボールをカットするような、スライスをするような足の振りで蹴ります。3つ目のボールをカットするような膝下のスライスの部分が多分結構難しいと思うんですけど、蹴った後に右足は左足側に折ります。これだと今この右側に足が最後折れたじゃないですか。これをしっかりクロスに左側の方に最後足が折りるように、今ちょっと極端にやったんですけど、ここに足が折りれるようにやるとうまくいくと思います。あとこれも非常に大事なポイントで、ロングキックの時もやったんですけど、蹴った後の軸足がベタ足になってると自分に体重が残っちゃってボールに力が加わりきらないので、しっかり軸足を抜くようにするとうまくいくと思います。ちょっと上級なんですけど、緩い優しいインステップを蹴りたいときはわざと軸足遠めのつま先で蹴ったりもしてます。これちょっと優しいインステップですね。実際インステップキック一番多く使うシーンってシュートだと思うんですけど、これインステップ蹴れる人と蹴れない人で大きくゴールの確率が変わってくるので、シュートでもインステップは多く使われます。蹴り方でいうとさっきとほぼ一緒なんですけど、さっきは足を下ろしていたんですけど、次はこの足を下ろさずに
浮かしている状態ですから、下ろすとパス、浮かすとシュートって感じですね。シュートなのでボールをちょっと浮かしたいので、気持ちさっきよりもこのボールと地面の接地面ぐらい、ちょっと下の方に足を潜り込ませる感じでインステップを蹴るとちょっと浮きます。でこれも軸足が残っちゃうとパワーが伝わりきらないので、軸足はちょっと抜くように蹴るとパワーがボールに伝わります。では別角度からシュートなので最後足を浮かします。浮いて降りるって感じですね。最後サッカーボール、インステップがうまく蹴れた時って、最初数メートルは無回転で転がります。無回転で転がって、そこからコロ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 みたいな、うまくミートができるとそういう回転になります。今ちょっと真ん中ぐらいまで滑ってってコロコロコロみたいな、何本か蹴ります。今日はインステップキックをやりました。遠いところへのパスだったりシュートだったり、インステップキックを使うシーンはすごく多いので、ぜひ皆さんやってみてください。終わり。